初代ブライス試策、ジェームズ・ブライスは、イギリスの法学者、歴史学者、政治家、アイルランドのベルファストに生まれ、グラスゴーで教育を受ける。オックスフォード大学に進み、ハイデルベルク大学に留学中、中世文学、ドイツ史に関する資料を収集し、アーノルド検証論文として、新生ローマ帝国を提出、出版、たちまち版を重ねて、 ドイツ語、イタリア語、フランス語、ポルトガル語の諸国語に翻訳され、主家としての名声を確立した。オックスフォード大学ローマ法禁定講座担任教授となり、1870年から1893年まで務める。1894年には英国学士委員の会員。1914年に助釈され、第一代ブライス施釈となる。 自由党議員として1880年にタワーハムレッツ区から選出されて庶民院に入り、第3次グラッドストーン内閣では外務次官1892年から1894年の第4次グラッドストーン内閣ではランカスター公領大臣1894年から1895年のローズベリー内閣では商務院総裁、 キャンベル・バナマン内閣では、アイルランド事務所を、ついで1907年から1913年には、中米イギリス大使となる。アメリカ合衆国へは3度ほど当たりその旅行の成果としては、アメリカ共和国がある。ニューヨーク・タイムズ紙は、かつて一英国人、イナ、イギリスによって与えられた、最も意義深く感謝に値する贈り物と表し、ニューヨーク・トリビューン紙は、アメリカ人が、 自国の政治組織を知る上で最良の教科書として推薦した。ブライスは非常な旅行家で、また1876年にはアララト山に登庁し、1899年から1901年には英国山学会の会長であった。中央カフカースについての著書もある。1897年に南アフリカ共和国についての印象記を公表し、それは、 ボーア戦争を論議していたた自由党のサークルに重視され1913年に公職を退いた後も日本、オーストラリア、ニュージーランドを歴訪し第一次世界大戦勃発後にドイツのベルギーにおける暴力調査委員会に挙げられ1915年に発表されたその報告はブライスの名声と相まってアメリカの参戦に影響を与えたというしかしこの ブライス報告は、イギリス政府が仕掛けたプロパガンダであり、第一次世界大戦後の検証の結果、報告されたようなドイツ兵による残虐な行為の証拠は見つからなかった。国際的に著名で信頼のある学者によるプロパガンダは大きな効果を発揮し、アメリカでドイツ兵による残虐な行為の有無を疑っていた人さえも、ブライスの名を聞いて信じてしまったほどであった。 その多忙な晩年に執筆、交換された近代民主政治について、ロンドンタイムズ紙は、82歳の高齢でたゆまぬ、研究と旅行の結果として1200ページもの体調を出した事例が他にあるだろうかと称えた。日本でも早くから、ブライスの著作は紹介され、平民政治、新生ローマ帝国、近代民主政治と主著が翻訳、出版されている。地方自治は、 民主主義の最良学校であり、その成功の最良の保証人であるという信言を残している。ジェームズ・プライス著、松山武志役、近代民主政治第一巻 1929P160。ありがとうございます。